アロハこんにちは、 DJ ソーライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。今回はゲーム、エテム戦ってみたいと思います。めちゃくちゃ強そうですね。なんかおっかない音楽流れてますね。ルビーはなんとしても集めたい。いかつそうだな、この音楽もいかついですね。はい、ファイナルファンタジー12メンバーですね。イベントダンジョンずっとやってるメンバーと同じメンバーでやってみたいと思います。難易度260まではクリアしたい。350は多分かなり厳しい戦いになると思うんですけど、なんとしてもね、報酬はちょっと欲しいですね。ルビー、はい、ルビー稼ぎたいですね。ちょっとボスのね、攻撃パターンちょっとどうなんでしょうか。闇属性の攻撃が強力。なるほど、死の宣告使うのね。自身をプロシェルにする。バオル、あ、自身をプロステスシェル&ヘイスト&リフレク状態にする。バオル、強バオル。まあ、この感じだとバニッシュじゃな、あれですね、デスペルは効かないよって感じなんですかね。やっぱバニッシュレイドでいきましょう。これ確か、あ、そうだ、プロシェルヘイスが使わないといけないから、どう、まあでも白魔系が多いんでね、このまあ僕の攻撃はこれがあるんですけど、プロシェルヘイストがこれ開幕で使えるんですけど、アーシェ、あー、どうしよう、どうしようかね。攻撃型的にはどうなんだろう。闇属性攻撃が強力、シェルガがいいかな。ここをシェルガに変えましょう。シェルガにしましょうかね。はい、こんな感じですね。魔法はどうしようかな、ここ悩むところなんですが、連続サンダー前しておきましょうか。ルナドラゴン効くのかな、ちょっとやってみ、でもまあここはまあまあこれでちょっとやってみましょう。様子見ましょうか。バニッシュレイド、ヘイスが、そうですね、1ターン目開幕シェルが、これはもう完全に、ここ位置変えとかないとですね。ブレイブの方にしておきます。ブレイブにしますね。でもってそうですね、アーシェで壁張り、バッシュで、開幕からもうあれなのかな、プロシェル状態なのかなってわけではないのか。使ったらバオル使いましょう。ヘイスがですね、で闇属性が強力だっていうので、魔石を全部闇対策に変えたいと思います。せーの、魔石かな。バダークにしましょう。バダーク、他にもマインドアップ、ヒールアップ、どうかな。バダークレベル4か。どう しようかな。闇属性見てみようかな。やっぱ正かな。もう一個つけときたいな。バダーク、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 これで十分かな。どっちかっつったら風を、ああそうね、エンライト1個、こいつもエンライトにしとく。あれ、ああ装備してるやつを変えちゃったのか。エンライト、どうしようかな。あ、エンライト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 、ここでもう一個バダーク系にしとく、それとも防御、これでいっときましょうか。で闇属性が強力なんで、アクセサリーを全部闇に変えときましょう。これ重要でしょう、闇属性。ラーサーは、ん、これ結構、あ、即死台か。ラーサーこれつけておきましょうか。はい、
こいつは攻撃アップするやつの方がいいかな。水闇か、行動キャンセル、あ、防御が上がるのか。バッシュ防御上げとく。アーシェ、こいつは台にしとこうか。こいつも死んでもらっちゃ困るからな。精神、あ、精神もあるのか。聖闇か、とりあえずこれつけておこうか。アーシェは精神の方つけてみる。これでいきましょうか。若干の闇対策はこれでできたんじゃないでしょうか。で、いってみましょうか。ゲーム行っています。作戦はさっきと同じです。さっき宣言した通り、まずバフをかけますね。ヘイスがシェルがで持って、そうね、壁張っていきたいと思います。はい、来ました。いかついな、エテム、いかつ。これはこれでいきます。一応弱点にはなってるんでね。あ、まあ、まあいいんじゃないですか。9000いってましたね。壁、シェルが、ヘイスが、あー、いいね、バニッシュレイドも使おう。ヘイスがまずね整えていきましょう。で、バンちゃんはもう、はい、9999、いいね。はい、投手ブンドルだが全然余裕ですね。これは余裕でルビーゲットですね。しかも鉄壁入るんで、これはもういい感じで、あ、いいんじゃないですか。投手ブンドっていいね。もう9999いってる、いいね。次も一気にブレイブいっちゃうんで、ケアルチャー、ウルトラキュア、はい、シーフの、あれ、もうなんか使ってきた。ルナイルバイさん使ってみようか。はい、そう、こいつね、リフレクかけたりするっていうのがちょっと恐ろしく怖いんでね。ウルトラキュア、これでもう終わりでしょう。超絶の、ちょっと一瞬ルナドラゴンの威力を見たい。おー、いいね、来た。8000、9000いかないぐらい。これもちょっと威力見たいですね。あー、余裕の感想ですね。この感じだと行動パターン1ターン目にバウル使ってくると思うんで、バニッシュレイド1ターン目結構マストっぽいですね。 OK、 バンちゃんのもう攻撃の数に手数にかけましょう。チェインがあればね、もっと多分楽なんでしょうが、とりあえず一番低難易度、余裕の撃破でしたね。はい、よかったです。お疲れ様です。素晴らしい。黒のオーブいいね、嬉しい。シップのオーブも嬉しいですね。氷のオーブいいね。おお、星5フラグメント5が10も技がもらえたのか。でもルビー20個はしょぼいな。はーい、あ、ルビー10個もらえた、いいね、いいね。技のフラメント、心とね、心と血が欲しい。慢性的に足りないんで。それではいってみましょうか。次の難易度260、これはだいぶ苦戦するんじゃないでしょうか。とりあえずこれは撃破はしたい、これは撃破はしたいってところですね。まあ、ちょっと楽趣味クリアしといたのが、まあ結構でかいかな。まあ、まだ魔石は使ってないんで、魔石の効果はこれからですが、実はですね、普通の属性6属性クリアする前に楽趣味の方を先に倒してるんですよ。前はあれですもんね、全部倒さないと挑めなかったんですよね。その変わったおかげで戦えるようになったんで。バンちゃんはまずこういきます。はーい、安定に。あー、でも3000か。あー、でも HP 増えてるな、やっぱり。壁、シェルが、ヘイスが、で、バニッシュレイド。さっきはね、これで、当初ブンドル2回発動してくれたんで、その時はもう乾燥してたんでね、今回もそれぐらいの言ってくれると嬉しいです。はい、バニッシュレイド、あ、9999行ってますね。じゃあ行くんじゃないでしょうかね。当初ブンドル行ってみましょう。死の宣告は全然問題ないです。
30秒切りにやっていきます。はい、あ、4000だ、全然いかないね。もう一回発動してくれれば。4000だ、4000は結構気まずいね。OK、よいしょ、ウルトラキア、はい、よし、ちょ、ルナドラゴン使っていきましょうかね。召喚キャラじゃないんですけどね。あー、6000か、まあ7000な感じですね。まあ、今回はじゃあ楽趣味の出番来るんじゃないでしょうか。言うても得意なセブンパーティーの前、前回のゲームかな、あれなんだかんだ苦戦しましたからね、高難易度の方。ちょっと戦技使っていこうかな。でも9999いってるね。ちょっと戦技使っていきましょうか。ケアルジャ、はい、5000で弱体化入れますから、これがちょっとねどう出るか。ちょっと楽趣味使っていきましょうか。で投資分取っていきましょうかね。エンハスレイドで回復ができるっていうのがでかい。あ、ブレイブ、あ、7000になってる、いいね。でもこれ風属性じゃないからな。ギャルじゃ、とりあえずブレイブを発動させたい。ウルトラキュア、精がいい感じで攻撃してますね。あ、6万はでかいね。はい、投資分取る。なんだなんだ、なんかすげえバフみたいなのかけてんのか。あ、ダメージが伸びなくなってる。これバニッシュレイでやったらなんか効果があるのかな。それより攻めの姿勢でいきます。ちょっと心配なので、ルナドラゴンでいきますね。15秒経過、投手を分取る。ケアルジャ、回復には余裕が持ってますね。うん、正攻撃結構いい感じですね。フェイス使ってる、攻撃力アップするんじゃないですかこれ。そうじゃなかったでしたっけ。聖なる霧、うん、ちょっと怖いからあれでいこうかな。ちょっと次ブレイブの効果を見たいですね。ホーリージャ、あ、いいね。とりあえずルビーこれゲットできますね。余裕倒せるじゃないですかこれは。回復に余裕があります。エンハスレイド、あ、ブレイブが切れてる。なるほどね、そう考えるとさっきの段一旦あれだな。なるほどです、なるほどです。そう考えたらこれでゲージは使わないで、あ、マックスになってる。でもブレイブはちょっとあれだな、ちょうど切れてた。これは検証できましたね。でも風をダウンにしてても、うん、ってところあるんですよね。そうするとリッパー使った方がいいのか。当初分、あ、それで伸びるかもしれないですね逆に。それで今回次行きましょうか、その方がいいかも。おー、いいね。ルビー80個、嬉しい。あ、地のフラグメントはこれかなり嬉しいですね。あ、黒の結晶、氷の結晶2個ずつ嬉しいです。ルビー80個と10個、90個ゲットですね。ありがとうございます。これで次で回収したい。あー、問題です。180でしょ、まあ、200だとして、まあ、あともう何だろう、360、結構540ぐらい必要なのかってなると80個ぐらいゲットしたいですよね。30撃破せば30 40 50 60 70 100 120 140 140でしょ。うわ、160、あ、そっか、1個ゲットできないぐらいか。うわ、撃破して、言ってもこれセブンでも僕自信のある覚醒奥義、何二人持ちセブンですら1回目倒せなかったですからね。そう考えると覚醒なしチェインなし、かなり死闘になるんじゃないですか。半分 50% 削れんのかな。目標 50% でいきます。 50% 目標
あ、いきなりも使っていくのね。うわ、ヘイスガも入ってる。いかついな。はい、フォートパターンがもうのっけから違いますね。はい、もう桁が違いますね。いきなりシェルガン、エイスガン、バレシュレード、いきなりですか。はい、ヘイスガン、アザース、シェルガン、いいね。壁入った、これはでかいでしょう。あ、でも結構ダーがまずいんじゃないですか。うん、食らうね。トシュブンドル、はい、来ました。壁鉄壁入りました。おー、1500か、渋いね。キャルジャー、ウルトラキア、はい、じゃあ使っていきますよ。はいはい、シーフスパイラル、まあ行ってみましょうか。まずブレイブどれくらい食らうか大事でしょう。シーフスパイラル、2000撃破したいですね。シーフサル2回発動してくれた。うお、いかつ。これがどれくらい伸びるか、4000いかないぐらい。これ聖マトリになりますからね。ギャルちゃん、聖なる霧、ダメージ伸びないね。次ちょっと、あ、どうしよう。ブンドル、ウルトラキア、おお、エハスレイド、ちょっと回復が心配なんでアーシェで魔石使っていきましょう。いいね、シャキン。ちょっとあいつ死にそうだな。おお、よかったよかった、大丈夫。投資分どる、投資分取っちゃうよ。ちょっとミックスポーションを使っちゃおうかな。ミックスドポーション、はい、はい、ゲーム3にして初めて回復の超絶使いました。ポーションモード、ウルトラキア行きましょうか。とりあえずウルトラキア、ラクシュミ、4万はいってほしい。3万ぐらいか。2万でした。エハスレイド、投資をブンドル、はい、行きました。キャルジャ、ちょっとここでね、戦技使ってみたいと思います。弱体化測りたいと思いますね。これがどのくらい効果出るのか。今のところ回復は追いついてるんですけど、これちょっと連続3打じゃ使ってみたいと思いますね。ちょっと回復に余裕が出てきたので、うわー、ここでか。あ、やっぱルナドラゴンの方がいいな。そう考えるとダメージ的に。ルタキは、はい、ここで使っていきます。どうだろう、ちょっとこれ使ってみようかな。プロシェルかけ直しという感じで、これでプロデス入るんでね。これ死なないよな。おいかつ、一応全体回復入るでしょう。これで1000、これはでかい。オーリージャ、ちょっとこれでね、バフをちょっと入れたいというね。プロシェル、ヘイスが入るんで回復に専念させよう。これも割合回復ついてるんじゃなかったでしたっけ。これにね、はい、ウタキュア、ここで使っていきたいと思います。ギャルジャ、すごいな。エンハスレイド、ルナドラゴンいきます。回復はとりあえず追いついてますが、はい、もう一回使います。ナバナスパのなんとか、バンちゃん頑張れよ。弱体化も返ってます。
7000。ああまあいいね、いい感じじゃないですか。聖なる霧、よっしゃ 20% ぐらいは削ってんじゃないですか。ホーリージャー、バコバコバコン、いいね。とりあえずバオル使ってきたな。もう一回やっちゃおうか。でここでバニッシュレイド、もう一回いきましょうか。バニッシュレイド、ホーリールナドラゴン、ケアルジャ、ケアルジャがなくなっちゃいそうだな、ちょっと怖いね。長期戦になってきてるからな。ここでこれ来るのか、どうしよう。ブンドル、しまった、ここであれだったな。ここはシーフアビ、あれリッパーにしてなかったか、通行のミスですね。ケアルジャ、ケアルジャがなくなっちゃうかもしれない、これはまずい。この弱体化入れてるあれがちょっと意味がなくなってきてるな。そんな感じがしました。ちょっと技のアビリティミスしましたね。せっかくのバンちゃんがリッパーを入れるの忘れました。せっかく弱体化してなんだ、ま、強化されてるのにってところですね。聖なる霧、ちょっとワンチャンこれいっときましょうか。待機系にしといた方がよかったかな。ディアーズドロップ、これ踊り子入れとくべきでしたね。踊り子入れてると効果がさらにありますからね。それかも開幕あいつはプロシェルのあれ使うかですよね、ヘイスだと。そうすることによって回復の量を増やせるのとですよね。で壁もう一回貼り直しましょうか。おいかついね。はい、これちょっと行ってみましょうか。あ、しまった、即時、そっか短縮ついてんのか、さっきのあれで。まあいいでしょう、伸びないね。まあ 50% は削れるんじゃないでしょうか。でもフェーズが変わるか。ウルタルキア連発レイド、回復は問題ないです。弱体がね入ってるのはいいんですけど、うん、切り裂かれた。魔石効果がルナドラゴン来た、こいつを使いたかった。はーい、独自発動。でも弱体がちょっと弱くなってるぞ。ドラキャなんだ、ブレイ、ちょっとこれ怖いな。ブレイブ使ってみる、ブレイブ使ってるから。聖なる霧、問題なのはバンちゃんのアビリティの数もやばいよということですね。ちょ、回復に余裕があるんで待ちでいきましょうか。これをバニッシュレイドはどう回避できてる、あ、効いてるのか。あ、9999いった。これ使っちゃいましょうか。ちょっと回復もね温存しておきたいな。シーフアビリティ使っていきますよ。あー、でもダメージ伸びないですね。ちょっとこいつから回復に専念させましょう。ゲージが溜まってるんでね、ゲージが溜まってる割にアビリティの数が少ないんで、ちょっとね、はーい、オッケー。ダーガ待機、待機します。投資ブンドル、魔石使いたいね、魔石。投資ブンドル、投資ブンドル2回目、いいね。 50% いったか。シェルがしとくか。来た、バオル、バオル来ちゃったからな今日。でも2000、まあルナドラゴン割と効いてる気もしないでもないな。トシブンドルでバニッシュレイド、
はい、ついにバンちゃんの技のポイントが技がなくなってしまった。はい、エアーズドロップ回復しますよ。音楽いいですね。強敵と戦ってる感ありますね。はい、ラクショミ行くよ。うん、いいね。しまった、これもったいなかったな。割合回復3000ぐらい回復しますからね。あ、いいねいいねいいね。 70% とかは削りたいかな。ブレイブ使っちゃおうか。バースト持ってないですもんね。グラビで、グラビがティアーズドロップ回復しちゃおうか。あとはちょっとね、攻撃ができるのがもうバンちゃんがもうねダメになっちゃった、ね、ラーサーか。ちょっとじゃあこれ使っていくか。ちょっとこれいきましょうか。4000、まあいい感じ。この感じ見てるとそんなに強くはない、なんか時間かければ倒せる、そんな感じもしないでもないんですけど、いかんせんもう技がないですね。あ、しかも死の宣告があるのか。死の宣告があるんで、そういった意味でも倒せないか。時間切れですね。んー、ダメージをカンストで削れるほどのあれがないので、とりあえずブレイブアービー使っていきましょうか。おー、いいね。でも残り3秒、回復には余裕がありますが、死の宣告で死んじゃったかな。覚醒オーディ1人でも持ってればって感じがありますね。ルビー80個上げてできました。あー、でも100個か、100個はこれでゲットできた感じですね。うーん、何パー削れたのかな、見てみましょう。60ですね。うわ、ちょっと何パーセントまでいったのか見ましょうか。これで68とかだったらもう一回いけば70はいくでしょう。ぴったり60ですね。むしろギリギリ60だったって感じですね。なるほど。うん、なかなか強かったこいつは。まあ、こっちはフルボッコにされたというより時間がねって感じだったので、アタッカーが弱いかなってところですね。まあ闇対策うーんはできてたとは思うんですけど、猛攻撃回復は正直余ってましたね。問題は攻撃って感じでしたね。なんか超絶とかゲットしたらいけるのかな。例えばそうですね、魔法もっとまといにしていくかとかですかね。まあ、今回はこんな感じで、まあ、無念、60% でしたが、メロジャム TV 今回はこれで終了です。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。DJ ソアレズでした。